サミュエル・ボディ・ミラーは、アメリカ合衆国のアルペンスキー選手。ニューハンプシャー州イーストン出身。2002年ソルトレイクシティオリンピックの大回転と、複合で2個の銀メダルを獲得。アルペン競技では、地元、アメリカ勢唯一のメダリストとなり、一躍有名になった。2004から2005年シーズンは、アルペンスキーワールドカップ総合優勝を果たした。しかし、 期待された翌2006年トリノオリンピックでは、格好の語彙が最高だった。2007から2008年シーズンに再び、アルペンスキーワールドカップ総合優勝に輝いたが、五輪、世界選手権ではメダルに届かない時期が続いていた。2010年バンクーバーオリンピックではこれまでの、うっを晴らすかのような活躍で、アルペン複合で、金、スーパー大回転で、銀、格好でどうと、 一つの大会で、金銀銅すべてのメダルを獲得した。2012年に、膝の怪我をして一シーズンを棒に振ったが、2014年、ソチ五輪では見事に復活して、スーパー大回転で、銅メダルを獲得した。合計6つの五輪メダルを手にした、最初のアメリカ人スキーヤーとなった。また、アルペンスキーワールドカップでは、合計33勝を挙げ、これもアメリカ人最多である。 ミラーは、スキーだけでなく他のスポーツにも高いレベルで、挑戦している。2006年7月29日、野球独立リーグのナッシュアプライドと1日だけ契約し、試合に出場した。テニスの腕前はプロ並みで、高校時代には、州のチャンピオンになったことがある。2010年には、全米オープンテニスの予選に出場している。またサッカーや、ゴルフも得意。現在は、 ニューハンプシャー州のブレトムッツに住んでいる。1998年長野2002年、ソルトレークシティ2006年トリノ2010年、バンクーバー2014年措置。ありがとうございます。